はい、皆さんこんにちは。すいません、榊敦です。さっきまで売却相談会やってたでしょ。仲間のね、不動産屋さんが2人いるんですけど、片方の方がね、僕いつもねって、イヤホンで聞いてますよって言って、あ、そうですかって、別にイヤホンでも何でもいいんですけどって、広告見てくれたらいいんですけどね、全部って言ったら、あ、僕プレミアム会員で飛ばしてますって、意味ないわ、意味ない広告見てくれんとカウントされへんやんみたいな、そんな話をしてました。その人がね、アマチマリ見ましたよつって言われて、あれですかって、あれね、実はね、5年前の記事やったんですよって、もう非難豪語浴びてますって言ったら、あ、そうでしたって、あの写真しかしすごかったですねっていう話して、そんな話をしてたんですけど、まあまあね、最近何でもやられますねって言うから、その芸能ね、分かる範囲でやるんですよ、芸能行きます、ロンブーさん、ロンブーね、アトシさん、僕と同じ名前なんだよね、アトシさんってね。で、あ、今度ね、また2月1日のね、東京 MX のね、ロンブーアトシの聞きたい放題という番組あるんですけど、そこにまたゲストコメンテーターで出ますんでね、午後5時からほぼ1時間ずっと座ってます。だいたいあれですね、もう一人来はるんですけど、あの方、ちょっと名前すぐ出てきませんけど、あの方と一緒にね、なんかやってるんですけど、楽しいですよ。もう何回行ったやろ。もう6回ぐらい、もっと行ってるかな。もう2、3年前に初めてね、行かせていただいて、山崎はじめさんと2回ぐらいご一緒して。そうそう、そんな感じでね。で、ちょうどね、去年のね、あれの問題ができたでしょ、りょうさんの問題ができて、りょうさんと宮迫さんがね、共同記者会見されたでしょ。あの最中ね、僕らね、生放送やってたんですよ、その番組の。でも番組のね、映ってない時あるでしょ、もう合間にもその話題ばっかしですよ、皆さん。りょうさんがどうのと、いやー、頑張った、ものすごい、ちゃんとしてはりましたよ、みたいな。あれ、出演者の女性なんか、私、涙が出ちゃいましたとかって言うと、皆さんね、そのね、やっぱり、アキラさんちゃうわ、りょうさんの味方で、もちろん、その、アツシさんがいらっしゃるんでね、そのアツシさんをに対して励ましの意味はあるんでしょうけどね、僕、なんでこっちゃ分からなかった、なんなんそれって。で、僕ね、2年半ぐらい前かな、初めて、2年も経つんかな。そうですね、2年ぐらい前に初めて番組出させていただいた時にね、ロンブーは淳さんが司会やって聞いてね、すいません、僕知らんかったんですよ。ロンドンブーツというね、コメディアンがいるっていうことは知ってたんですけど、その片方の方がその方っていうのは、まあ、事前に調べたんで分かったんですけど、こういう方だかっつって。まあ、前にも言いましたけど、僕、その、どうでしょう、30代、40代の20年ぐらいはほぼテレビ見てませんでしたからね。だからその間、スポーッと抜けてるんですよね。芸能人とかの名前とか顔が。今ね、ようやくね、この7年ぐらい、50代だってからね、ぼちぼちと見出してね。まあ、それでもね、1日にね、15分もテレビ見ませんからね。まあ、時々ついてたら見てるかな、ぐらいなんですけどね。ねえ、なんで、あれですね。あれです。名前とかは一緒に。あ、いつもよく出させていただく人はね、古谷常平さんだったかな。なんかね、難しい字しか書かはるんですよ。でな、喋らはることはもうすぐ分かりやすくね、喋らはる。もう慣れてはるね、あの人ね。あれです。テレビ出まくってますからね。もう、わーっとこんなキンキンの。この前打ち合わせの時にこんなね、黄色いね、ショールみたいなのつけたんだ。古谷先生、それつけたまま出るんですかと、もちろんですとか言われて、もうすごい人やわーと思って、で本番のちょっと前に、ね、スプレーでこうやってシューってやらはる。余計なこと言ってもしゃあないですね。こっちへ行きましょう。ロンブー30日の復活ライブチケットが即完売、即完売。あずしさんの顔が、あ、これね、日刊スポーツ、2020年1月18日14時18分。今日のちょっとお昼過ぎですか、読みますね。短い記事なんて。ロンドンブーツ1号2号が今月30日に行う復活ライブ各ファミリーのチケットが18日午前10時に売り出され即完売となった。すごい、いや、ものすごい人気あるんですね、ロンドンブーツさんね。
場所は田村亮が雨上がり消したい宮崎博之さんですか。田村亮さん48歳なんですね。宮崎さん49、昨年7月20日に涙の会見を開いた東京表参道のウォール&ウォール、収容人数は300人が限度とみられ予約は殺到した。すごい。日刊スポーツ記者も有料のチケットを吉本のプライム会員になりチケット購入をトライしたがダメだったあかんやん。午前10時の発売開始と同時に予約を試みたが、チケットの枚数を指示する欄に小さな進入禁止マークが表示されて先に進めず、売り切れの文字が表示された。すごい、一瞬でなくなったんですか300。すごい人気ですね。相方の田村敦氏が14日夜にツイッターを更新してトークライブ開催とその後2人で記者会見をすることを発表していた。闇営業問題で昨年6月から謹慎していた寮は10日に復帰を発表。昨年11月1日に厚氏と共に設立した株式会社ロンドンブーツですね。これ全部オーブンです。LOND ということです。と吉本興業が専属エージェント契約を結んで株式会社ロンドンブーツ所属として活動していく。りょうさんは吉本離れたんでしたっけ？吉本離れたけども、あれですね。ロンドンブーツというコンビは解消せずに会社を作って会社が所属しているという形にするんですね。はい、まあそのあたりは別にええんですけど、これね30日ですか、その2日をちゃいますの、僕の出演予定確か2月1日やったと思いますね。2日後ですからきっとその話題出るんでしょうね。僕ねよう分かってませんからね、じっといつも余計なこと言わんと、よくわからないことには口出さないことをしてますんで、ね、余計なこと言うとじっとまた暖房にしてどうなってんやろうと思って聞いてみましょう。聞いてみてもじゃないですけどね。まあ、ほんでね、そういうことってね、微妙な内容ってこんなところで喋れませんからね。ほんまに。誰に言うてもええようなことしかここでは喋れないんですよね。だから、あれですね、なんか変なっていうか、微妙な話が出ても、皆さんにお伝えすることは多分できないと思いますけど、雰囲気ぐらいは、分かると思います。でもこれ変な話、300人プラチナチケットになってまたあれとかで売り出されるんでしょうかね、あれヤフーオークションとかで、行けなくなったから売りますみたいな、そしたらブワーッと上がってたりするんですよね。こうはい、そう、もうね、もう6回ぐらい出てるんでね、田村敦さんにはね、私のね、名前と顔はね、覚えていただけてると私は思うんですけど、まあちょっとね、いろいろね、いろいろと、湯沢のね、マンションのね、川張ってね、あれにしてはるんですよ、民泊。もちろん合法ですよ。ひまわりという会社が、この湯沢の不動産ほぼ押さえてるんですけど、不動産というかマンションね。そのひまわりの関連会社がやってる民泊の運営会社に任せてるんですけど、アーティストの部屋ってね、なんかね、ものすごいいいとこですよ。私も番組の中でね、見に行きましたけど、うわ、すごいやん、これって。これが400万で買えんのみたいな。そういう、まあ、こっちで言うたらね、2億ぐらいのオークションですよ。ほんまに、マジで。それを多分ね、1泊ね、1万何千円とか、2万円とか、今オンシーズンでしょ。それでね、貸してはるというか、民泊させて、民泊運営をなさってるんで、多分どのお部屋がね、淳さんのお部屋かっていうのは、サイトに行けば分かると思うんです。論文、淳、民泊とかで打ち出せば多分出てくると思うんで。このね、何ヶ月か前、去年の11月頃にまた番組呼ばれてお話した時には、稼働率6割超えたとか言ってありましたけど、もしそのままやったら、そのままっていうか、まあ8割とか9割やったら、また1割、2割残ってるということなんでね、お使いになることはできると思いますよ。非常にね、いいとこです。いいとこというか、いいマンションです、あれは。で、そのマンションね、あれですね、スキー場もそれなりに近い、湯沢の駅から車で10何分かな、
やったと思います。はい、あんまり、間違ったことは言えないんで、これくらいにしときますけども、とにもかくにもね、記者会見の時に、私、番組に出させていただいてたんですけども、あの雰囲気を知ってる私としてはね、このライブのチケットが売り出されて、瞬間蒸発したというのは、非常に好ましいというか、おめでとうございますと、心から申し上げたいなと。思って、まあ、誰も関係者なんか誰も見てくれてないと思いますけどね。まあ一応申し上げておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。